マックルしてもいい。それ個人情報は本当にマジでやめた方がいい。いやだけど多分いいと思うよ。じゃあ多分大将だ。そうそう大将。大関慎吾さんはもう崇拝してるから。本当だけど。あ帽子取ってるよ。そうそう。大丈夫って金髪。金髪です。だけど本当に慎吾慎吾です。そうです。ゴーゴーです。ゴーゴーです。ゴーゴーです。だけどあの慎吾ちゃんもジムなんだけどアラちゃんもジムなの。あそうなの？そうアラちゃんもジム経営してそれお兄ちゃんが経営してて実は K1 のチャンピオンのマサトと那須川天心がアラちゃんのお兄ちゃんのジムシルバーウルフだ。そうお兄ちゃんのジムからもともとジムに所属してて2人はアラちゃんのお兄ちゃんのジムから独立したっていう。アラカズはもうアラーなのよ。アラーだね。そうアラー。アラーですよ、ね。アラー。いや本当にこの神って本当に殺される。いやアラーバカにする。これ本当の話なんですよ。本当やばい。K1 のマサとねあのアンディサワーとかあとアンディサワー。アンディサワー。そうあとブアカオとかと戦ってたマサとね K1 のマサとねとチャンピオンのねと那須川天心。ああよろしくお願いします。那須川天心はアラちゃんのお兄ちゃんのジム館に所属してて2人はあのプロに行って独立したんですよ。すごいよこれで言わないでくれって言われたんだけど言っちゃった。でアラちゃんのお兄ちゃん怒んないでください。 CM しといたからあの今アラちゃんとアラちゃんのお兄ちゃんちょっと仲悪いんですよ。これそんな見てるだからこれで仲直りしかさ俺が本当秘密にあのあれでしょちょっとバカらしい。ありがとうございました。以上です。そうそうそうシルバー。興味あるよこっち。俺がらしい。俺が。